藤波達治、藤波達治、藤波達美、1953年12月28日大は、日本の男性プロレスラー。カートプロモーション所属。本名、旧リングネーム、藤波達美、読み同じ。大分県東国崎郡武蔵町、現、国崎市出身。ニックネームは、ドラゴン。第77代ウィ世界ヘビー級王者。 日本人二人目の WWE 殿堂入りレスラー。海外武者修行時のリングネームは、アメリカではドクター・フジナミ、メキシコではドクトル・フヒナミを呼びリング・フナミとしていた。1953年12月28日、大分県国崎郡に生まれる。中学時代は陸上競技を行っていた。この頃にアントニオイノキに憧れ、プロレスラーを目指す。 中学卒業後、地元の自動車整備工場に就職したが、プロレスへの夢を断ち切れず、1970年に、別府温泉へ当時に来ていた同郷である、日本プロレス所属のプロレスラー、北沢美希これに、自家判、そのまま巡業について行き日本プロレスに入門した、入門同期は、佐藤昭夫、キラーガーンなど、北沢つよのの計らいにより、 チョキの付き人となり1971年5月9日にデビュー。デビュー戦の相手は北沢が務めた。当時のチョキがいつでもどこでも俺のことを見ているというほどチョキにつきっきりあり、イノキは妻の倍賞三つ子より藤並の方が自分のことをわかってくれていると評していた。付き人としてチョキのタイツを洗った時、字から出立ちで真っ赤になったタイツを見て驚いたという。 中学時代は家に帰ると、夕食前に汁かけご飯を丼3杯食べる退職感であったが、プロレス入りした途端緊張と威圧感で食事が喉を通らなくなるなど苦難を経験した。アントニオイノキが日本プロレスを除名された翌日の1971年12月14日、キドーサムと共に日本プロレスを退団し、夜逃げ同然で日本プロレス事務所の近くの 初期講演会事務所に身を寄せる。1972年、猪木が起こした新日本プロレスに旗揚げより参加。3月6日に、大田区体育館で行われた旗揚げ戦では、第1試合に出場するも、エルフリオスソニ、敗退。3月16日の浜田博明、後のブラン浜田のデビュー戦で、初勝利を挙げる。以降、相次いでデビューした、関川哲夫、荒川誠、クリス精神。 藤原義明を相手に勝利を重ね、若手のリーダー格となった。1974年、若手の東流モンタルカールゴッチ杯を制し、決勝の相手は小沢正史、後のキラーカーン。翌1975年6月、初の海外修行で、木戸ムと共に、西ドイツへ遠征、グスタルカイザーのプロモーションで対戦したホーストホフマンには、子供扱いされたという。 その後アメリカへ渡り、フロリダのカール・ゴッチの下で再修行。キドの帰国後、1976年より、ドクター・フジナミのリングネームで、ジム・クロケット・ジュニア主催のオンウィ・ミッド・アトランティック地区を、サーキット。ベビーフェイスのポジションで前座試合に出場し、ロニー・ガービン、ボリス・マレンコ、ジン・アンダーソン、ザ・モンゴルズ、ジャック・グレー、ミシェル・デュボア、クラッシャー・ブラックウェル、ラリー・シャープ、 ラグサマーズ、アンジェロ・ポッフォ、ラニー・ポッフォ、そしてランディ・ポッフォこと若手時代のランディ・サージなどと対戦。タッグマッチでは、同世代のトニー・アトラスやラリー・ズ・ビスコと組ダン・ミラー、レッド・バスチェン、ビル・ド・ロモなどベテラン選手のパートナーにも起用された。その後、ドクトル・フ・ヒナミとしてメキシコに転戦。当初は、ルード扱いだったが、 あとに、テクニコに転校してからはリング・フヒナミと名乗った。1978年1月23日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンにて、カルロス・ホセ・エストラーダをぶっつけ本番で放ったドラゴンスープレックスで破り、WWF ・ジュニア・ヘビー級王座を獲得し外線帰国。海外遠征でブレイクしたため、ナミは日本には帰りたくなかったという。途中、 1979年10月に合流バにベルトをダッシュされるも2日後に脱回してを、1981年10月にヘビー級転校のために返上するまで通算52回にわたって同王座を防衛した。1978年3月3日の外戦帰国第1戦ではマスクドカナディアンロディ・バイパーを相手に同じくドラゴンスープレックスで勝利。以降、 ドラゴンロケットなど当時としては、斬新だった飛び技、引き締まった肉体と、端正なマスク、そしてこっち仕込みのテクニックで、ドラゴンブームを巻き起こし、従来のプロレスファンに加えて、女性や子供のファンも、獲得、腰痛の悪化で低迷していた、ストロング小林を抜いて、チョキと坂口誠治に次ぐ、新日本プロレスナンバー3の座についた。同時に、つし、チャボゲレロ、 カネック、ダイナマイトキッド、木村健吾などをライバルに、日本のプロレス界に、ジュニアヘビー級というジャンルを定着させた。WWF ジュニアヘビー級王者として、日本のみならず海外でも防衛戦を行い、ロサンゼルスでは、素顔のロディ・バイパーをはじめスキップ・ヤングや、トム・プリチャード、ニューヨークでは、全王者エストラーダやジョニー・ロッツ、メキシコでは、冷面動作や、 エルソリタリオなどの挑戦を知りけている。1980年2月1日には、ダブルタイトルマッチにて、スティーブ・カーンを破り、無い、インターナショナルジュニアヘビー級王座を獲得、ジュニアヘビー級の2冠王となった。同年4月には、国際プロレスのアシュラ、ハラ、1981年7月には、当時の未世界ジュニアヘビー級王者レス・ソントンを、相手に、 WWF 王座の防衛に成功するなど、名実ともにジュニアヘビー級の大一人者となった。また、春に開催されていた MSG シリーズにも出場して、チョキア坂口をはじめ、アンドレザジャイアント、スタンハンセン、ダスティローデスラスーパーヘビー級の大物外国人とも対戦。公式リーグ戦ではニコリ、ボルコフ、バグジーマグロボビーダンカン、 サージェントスローターなど体格差のある巨漢選手からクラッチ技でホールを奪っている。1981年10月にヘビー級転校のためジュニアヘビー級王座を返上。翌1982年1月より飛竜十番勝負が始まる。ボブバックランド、ハルク・ホーガン、アブドーラ・ザブッチャー、ジェシー・ベンチュラ、ディック・マードックらと戦うも十番を消化することなく、 中途で終わることになった。しかしながら、海外遠征中の同年8月30日、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで、ジノブリッドを破り WWF、インターナショナルヘビー級王座を獲得。ヘビー級のチャンピオンベルトを手土産に外戦帰国、9月21日に、大阪府立単位区間にて、マスクドスーパースターを逆さをさえ込みで破り、初防衛に成功した。 この一戦で、新魔樹が仕掛けたサプライズとして、当時婚約中であった妻が、リングに上がって観客から拍手を受けた。この年の10月、長州寺からとの抗争が始まり、さらに長州率いる一新軍との軍団抗争で新日本に黄金期をもたらす。長州との一連のシングルマッチは、名勝負数え歌と呼ばれ、1983年4月3日の、 WWF インターナショナルヘビー級タイトルマッチは同年のプロレス対象ベストバウトを獲得した。同年の WWF 遠征では5月16日にロチェスターにてレイ・スティーブンス、翌17日にシラキュースにてザ・デストロイヤーと対戦し、それぞれ勝利を収めている。しかし、同年8月のタイガー・マスクの引退、さらに翌年1984年には和布。 旗揚げによる、前田明ららの離脱、年末の長州寺から来維新軍団の新日本プロレス。離脱と新日本は、冬の時代と呼ばれるようになる。一時は、藤波も離脱病読みと報道されたが、藤波は、残留を決めた、藤波が離脱していればその時点で新日本は、潰れただろうと言われている。残留を決めて、以降は、猪木、坂口、木村健吾。 星野勘太郎らと共に新日本プロレスの低迷期を支え、1985年5月24日、木村健吾とのタッグにて、WWF インターナショナルタッグ王座を獲得。WWF インターのシングルとタッグの2巻に、輝き、6月11日に、東京単位区間にて、ハルクホーガンの WWF 世界ヘビー級王座に、挑戦したホーガンが防衛。 インターナショナルヘビー級王座もカウボーイボブオートニア、アドリアン・アドニスなどを相手に防衛していたが、WWF との業務提携終了に伴い、1985年10月末で WWF インターのシングルとタッグ量王座を返上。しかし12月12日のイーワグップタッグリーグ優勝戦でタッグとはいえ師匠、初期からドラゴンスープレックスで初のホール勝ちを制。 初代 e w ングップタグ王座を木村健吾と獲得、その年のプロレス大賞で MVP を獲得した。1986年1月から前田らワフ勢が新日との業務提携により参戦。ワフ勢のキックに新日勢は当初逃げ星だったが、藤並は真正面から受け止め、特に6月12日大阪城ホール e w ングップ公式リーグ戦での前田明との試合は、 前田の厳しい攻めを、前田の大車輪キックで大流血になりながらも受け止め、名勝負を展開した、結果は、両者慶応による引き分け。この試合はこの年のプロレス対象ベストバウトを獲得し、試合後前田は無人島に流れ着いたと思ったら、仲間がいた。そしてその仲間とこれから大きな国を作っていく。そんな心境ですと藤波に賛辞を送った。だが、 藤波の額にはその時の傷が残り、現在も消えずに残っている。1987年4月には、長州ラらジャパンプロ勢が、新日に U ターン。新日本プロレスは、猪木、坂口、正斎藤らなうリーダーと、藤波、長州、前田らニューリーダーの戦いで人気を博すも、その後の前田の長州宿撃による、2月、2度にわたるファンの暴動事件などで、 再び新日の人気は陰りを見せ始めた。1988年4月22日、沖縄県立大山公園体育館で、いつまでもメインを張り続け、更新に譲ろうとしない貯金に対して、自らの前髪を切って、現状改革を訴える。この行動は、前年に天竜玄一郎が全日本プロレスで起こした、天竜革命に対して、飛竜革命と呼ばれたが、 反権力的な、長州の維新、天竜の革命と比べて、体制側に属する藤並の革命についてのファン支持は、もう一つで、前期二社に比べると、プロレス史には、ネタとしてはともかく残らず、尻すぼみの結果となった。5月8日、有明コロシアムで、E1 ウップヘビー級、e、王座を、ビッグバンベーダーとの王座決定戦の末に獲得。8月8日には、が、 挑戦者として、藤波に挑む形で、横浜文化体育館で、イーワグップヘビー級の防衛戦を行い、60分フルタイムの名勝負の末引き分ける。試合後、猪木が、藤波の腰にイーワグップのベルトを巻いた。以後、新日本プロレスのエースとなり、10月15日に、アメリカのオレゴン州ポートランドにて、ザグラップラーから、ムイパシフィックのオスウェースとヘビー級王座を、 12月9日には、甲楽園ホールで、ケリー・フォン・エリックから、ワクは世界ヘビー級王座を奪取し、日米にわたる三冠王となった、後に、両王座は返上。これと、同時期に、イワングップヘビー級のベルトを携えてアメリカなどを、転戦。海外でもイワングップヘビー級王座の防衛戦を、行っている、当時、イノキが提唱していた、世界戦略に対して、 富士並流世界戦略とも呼ばれた。1989年6月22日、ビッグバンベーダーとのシングルマッチで腰を負傷。追患版ヘルニアで1年3ヶ月間に及ぶ長期欠場となった。その間、定件事務でボクシングの練習にも取り組んだ。当時のプロレース界では、工業ポスターに掲載されている選手は、欠場が許されず、もし欠場したら、会社側が、 プロモーターからの値引きに応じなければならなかったため、これが原因で腰の負傷が悪化したと本人は振り返っている。また、飛竜革命で散々揉めた猪木が自分の都合で選挙活動に藤波を借り出したことなども本人は後に苦笑いしながら振り返っている。ヘルニアはひどい時になるとほぼ寝たきりになるほど悪化。正確には立った状態から寝床につく行為もできないほど痛みが。 はだしかったため、ソファーの一番、柔らかいところにそっと腰をかけて、夜はそこで毛布を寝ていたという。痛みで意識が朦朧としていた時が、睡眠時間であったというほど睡眠にも障害が出るほどであり、数メートル先のトイレに行くのにも、夫人の力を借りざるを得なかった。その状態が、半年ほど続いたため、この時について本人は事前に、自殺を考えるほどであったと記述している。 その痛みは最終的に筋肉を鍛え直すリハビリで克服しており、それを行ってから2ヶ月で復活したことについては本人も本当に信じられないと驚いていた。1990年9月30日の腰中、素人のエキシビションマッチで復帰、リングネームを藤波達美から藤波達次へ改名。この頃、プロレス界での部屋別制度を提唱。 ドラゴンボンバーズを結成。メンバーは、エッチュー、ジューシン・サンダー・ライガー、イーズカ・タカユキ、ブラック・キャット、南海流、ワイリー・テイラーしたが、軌道に乗ることはなかった。同年12月26日、浜松アリーナで、長州を破り、イーワンウップヘビー級王者になった。翌1991年3月21日、東京ドームで、ディック・フレアーを、 グラウンドコブラでブリンウィ世界ヘビー級王者となったが、WCW 側からのクレームもあり正式なウィ世界王者とカウントされるかどうか議論が分かれていた。ただウィの公式サイトには歴代チャンピオンとして、藤並の名前がある。また、後に WWE 殿堂入りした際、WWE から元ウィ世界ヘビー級王者として紹介され、 WCW を買収した WWE から王座大会の事実を追認される形になった。本人はクレア戦でベルトを奪取していなければ WWE 電動入りはなかったかもしれないと後に2017年のインタビューで振り弁っている。1992年7月11日オーストリアのグラーツにてボブ・オートン・ジュニアを破りオットー・ワンツ 主催のキャッチレスリングアソシエーションが認定する区は、インターコンチネンタル平球王座を獲得。1993年8月7日、両国国技館で、長谷博氏を破り、G1 クライマックス優勝。その年1月から参戦し、新日勢を連覇していた、天竜玄一郎と9月26日、大阪城ホールで初対決。 セコンドのはせの介入にクレームをつける天竜の強をついてグラウンドコブラで勝利した。1994年4月4日、広島グリーンアリーナで橋本晋也のイーワグップヘビー級王座に挑戦。橋本の爆殺キックで蹴りまくられながらも逆転のグラウンドコブラで王座を奪取。1995年以降、闘魂三重士の台頭もあり、藤は徐々に 第一戦から退くようになる。1995年10月27日、クラシックなプロレースリングを復活させるため、独立工業、無我を旗上げ、イギリスのビリー・ライレージムと提携。1998年4月4日の貯金退、東京ドーム工業で、佐々木健介を数年ぶりに見せる、ジャーマンスープレックスで破り、e ワンウップヘビー級王座を獲得。 死の引退に花を添えた。1999年2月に、ジャンボ・ツルタが引退し、翌年死去した。藤波はかねてから、ジャンボ・ツルタ選手と一回戦ってみたかったと公言している。かつて、ジャイアント・ババとチョキの対戦が望まれた時期、猪木は何度もババに対戦を望んだが、ババは僕たちの春は過ぎているからと拒否し、代わりに、 お互いの団体の時期エースである鶴田と波の対戦を申し出たり、当時全日本プロレスに参加権があって、新日本プロレスには認められていなかった、無意世界ヘビー級のベルトの挑戦権を藤波に与えてもいい、などと発言したこともあった。だが、猪木は、馬場との対戦に関わり続け、そして、鶴田の死去もあり、ついに藤波は、鶴田と対戦することはできなかった。 1999年に、坂口誠二の後を継ぎ新日本プロレス社長に就任。しかし在任中に、橋本真也、武藤慶治、長州力、佐々木健介など主力選手の対談が相次ぎ、折からの総合格闘技ブームや新設されたのは盛況もあって苦しい経営を迫られた。また、会社の経営状況を把握できていなかったり、発言の趣旨が、 二点三点することが多かったりと、藤波自身も経営者として問題があった。優柔不断な面があったことから、婚約社長とも称された。2003年から社長業の多忙と短席の治療で、長期欠場に入り、近い将来の引退を宣言をする。しかし短席は手術で完治し、結局2004年に社長を辞任、副会長に就任し、 2005年3月26日には2年、3ヶ月ぶりに復帰し、引退カウントダウンを撤回し、現役にこだわるようになる。同5月のドーム大会で、ジャンボツルダの付き人を務めたことのあるノアのみさは、三つとタッグを組み、楽しかった。次は、みさは選手と戦いたいと話した。また、同年の G1 クライマックスにも久々に出場した。 川田俊明との初対決が実現する。試合後に川田から握手をし、川田は試合後の握手は嫌いだが、レスラーになったきっかけの一人であるから、とコメントを残す。2006年6月30日付で新日本プロレスを退団。その際に社員に挨拶に回ったが、ことごとく無視された、とインタビューで当時の様子を語った。元新日本プロレスで、 藤波の愛弟子である西村治と田中秀和リングアナウンサーの新団体、ムガワールドプロレスリングの旗揚げ戦で第一試合に出場した。その後、ムガの代表取締役に就任。2007年1月28日には約30年ぶりにグラン・ハマダと対戦した。6月1日師匠であるアントニオ・イノキと1年ぶりに会談したことが明らかとなり、 その席でチョキが旗揚げするイノキゲノムフェデレーションへの協力を表明した。9月9日、ノア、日本武道館で三沢との夢のタッグ戦が実現。三沢、塩崎 VS、藤波、西村。パートナーの西村が塩崎に足四の字で勝利。しかし2008年、団体名をドラディションに変更した。西村が、 無我の商標権を持ったまま団体を離脱したのが原因。ドラディションと並行しつつ、2010年10月20日、聴衆力、初代タイガーマスクと共に、新イベント、レジェンド・ザ・プロレスリングを2011年1月10日に、後楽園ホールで旗上げすることを発表た。また、藤波と長州の1997年8月10日以来となる一騎打ちも決まった。 2012年4月20日、藤並達治デビュー40周年ファイナル 40th。アニバーサリーファイナルを、後楽園ホールで開催。新日本プロレスに、縁のある、藤原義明、ウルティモドラゴンなどが参戦。メインでは、長州力初代タイガーマスクと組み、蝶野正弘広斎藤明のチーム2000と対戦。リングアナは、田中秀和、レフェリーは、 北沢勘介が務め、サプライズゲストとして、前田明、師匠のアントニオ猪木が来場した。また、同大会の模様や藤並本人、及び有名選手のインタビューを交えた初の、オフィシャルドユュメンタリー DVD、最後の飛竜、藤並達次を、自らの事務所、シーホースコーポレーションより発売した。2012年4月20日の大会終了直前に、藤波の長男、 藤波レオミナミがプロレスリーを直訴したが、すぐには結論を出せないと承諾を保留にした。その後承諾し、ランカシャスタイルを習得させるために、旧、ビリー・ライレージムことアスプロオリンピックレスリングクラブに、武者修行に出し、帰国後はデビューを目指し UW、会、スネーク・ピット・ジャパンで修行中。その後、レオミナミは2013年5月29日の、 ドラディション後楽園ホール大会のエキシビジョンマッチでプレデビュー戦を行った。11月19日、レオ・南は藤並のかつての付き人だった船木正勝を相手にデビューすることが発表された。その本格デビューを前に、レオ・南は自らのリングネームをリオナとすることを発表。将来的には本名の藤並レオ・南で戦う意思があることも明らかにしている。 そのデビュー戦等を含んだ DVD、藤並達次歓歴記,記念、藤並レオ南デビュー記念、藤並達次、リオナ、ベストバウト2012から2013が発売されている。2015年3月、WWE ホールオブフェームに迎えられたインダクターは、リックフレアー。日本人ではアントニオイノキに続き二人目の殿堂入りである。2015年9月、 全く足が動かなくなるほどの腰椎のヘルニアと、強作症により手術を受けた。手術は神経をいじるものであったため腰に多少の痺れが残った。1989年の負傷で同様の症状が現れたが、その時は腰にメスを入れたら、選手生命が終わる時代であったため多少自分で運動して、周りの筋肉で保護しながらだましだましやっていた。毎試合前に、 痛み止めの罪悪を投与していたことも明かされた。2017年4月にデビュー45周年記念大会を、後楽園、博多、大阪で開催。10月27日には、東京、後楽園ホールで、29日には、大阪、ATC ホールで大会を開催。藤波はこの大会に関して、今のドラディションは、試合数が限られている。 自分が団体を率いて試合するのは通常の大会をやっても意味がない。自分がやる大会はファンが今のプロレースとは違った思い、違った楽しみを抱いてくれる大会。それを一番意識してますと専門誌の記事上で答えている。事実、29日大会ではミルマスカラスや長州ジカラなど従前では考えられないメンバーで3人タッグを組んでいる。長州は今までオファーしても 時間をくださいと保留していたが、今回はカードを言ったら、色も言わず、やると答えた。このシリーズでは、かつて名勝負を繰り広げたビッグバンベーダーを日本に呼び、試合を行った。当時のベーダーは、心臓病で余命2年の宣告を受けており、実際、この試合から1年余りで休止してしまうことになった。2018年6月、田村和とタッを組んで、 プロレスリングヒートアップのユニバーサルダグ王座を獲得。自らのキャッチフレーズであるドラゴンの名を冠した多くのオリジナル技を持つ。これらは、総じてドラゴンサッポーと呼ばれている。また、チョキのマンジ固めや長州のサソリ固めなど、いわゆる、起き手破りを使用し試合を演出した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。